ブラウスを、自分の持ってる白シャツに変えてきました。ありがとう、みんな聞こえてるよって教えてくれてありがとうございます。ありがとう。はい、じゃん。こんな感じ。またなんかちょっと違う印象になるかなと思います。白姿はこんな感じ。そう、こういうのに白シャツだけでも可愛いんですけど、ちょっとこのなんだっけ、ビスチェがあることによって引き締まるので、そう、白シャツ可愛いと思います。うん。で、このね、ブルーのビスチェの色はダークネイビー、結構濃いめのネイビーです。そう、だから T シャツとかとも相性がいいと思います。白もいいと思う。はい、じゃあということで、もう一回着替えようかな。何色着てほしいですか？白？ブラックデニムにしようか。どっちがいいかな。ブラックデニムにします。じゃあ、あ、白がいい。じゃあ今ちょっとたまたま白って見えたので、白に着替えてきます。すぐ。お待たせしました。はい、着替えてきました。じゃん、白です。白とモノトーンだ。モノトーンです。じゃん。どうでしょう、なんかちょっとね、なんていうんだろうか。ツイードです、ツイード。そうそうそう、ド忘れしてしまいました。ツイードです。そう、どう？結構ね、こだわりポイントはここの前を V で開けるようにしたことです。なんかね、前が詰まりすぎてると抜け感がね、あんまり出なかったのと、あと1枚でというか、ブラウスだけで着ても決まるというか、他のアイテムにも合わせても可愛いよね。あ、白を買ってくれたって、ありがとうございます。もうゲットしてくれて。そう、オンラインではもうね、予約受付中なんですけど、店頭では今日から、5月29日の今日から店頭で発売していて。そうなんですよ、
もう買えるんです、店頭、お店に行ったら。でも大体お店って8時とかまで、そうだよね、9時とかまでだよね。だからあのこれ見たら、まあ明日か、なんかそんなすぐねなくならないと思うので、あの全国のスナイデルさんにあの見てこれがいいなって思ったら見に行ってみてください。155センチはあのゼロのサイズでいいと思います。はい、うん、いいと思うよ。じゃーん、はい、こんな感じです。黒は結構大人っぽいのかな、なんかこの中だと一番オケージョンにもいけるし、あの普段使いもできるし、ちょっとこうなんかあのきっちりした場所でも、なんか自分のその気を許せる友達とご飯とかでもあの着れると思います。はい、大人っぽいですね。確かにこっちの方がちょっと大人っぽいかも。あとすごいこだわったのがここのパフスリーブのパフ具合パフ具合って言えばいいのかな。そうね、なんかあのあんまりパフッとしすぎてもやっぱりこう難しいっていうかね、まあ、肩が大きく見えすぎちゃったりとか、なんかそういうバランスをすごく考えて、このパフット感もねちょっとずつ、ちょっとずつというか生地によって変わっちゃうので、同じになるようにこうなんか中の生地をねこういろいろと試行錯誤してもらって同じに揃えてもらいました。でね、ちょっとこうパフッとしてて、でここがねなんかちょっと変わったデザインになってて、ここも結構あれです、こだわりポイント。そう、あ、そうですね。そうで、なんていうんだっけ、このシャツをね出しても可愛いから、さっきみたいにアウトでも着れます。こうやって、はい、そうアウトで着ても可愛いです。こうやってで、ピンで着てもっていうかビスチェなし、なしだとだいぶ大人っぽい。うん、すごい大人っぽいかも。知れない、どうでしょう。なんかここがすごいちょっと空いてるデザインになってるので、ネックレスとかねすごい映えると思います。自分の好きなネックレスは、大人っぽくなっちゃうんですけど、こうやってポニーテールするとね、だいぶ、どう？イエベでも似合いますか？私あんまりねイエロー、あ、私多分ねイエローどっちかっていうとイエベだと思うので似合うと思います。どの色も合うと思う。可愛いです。こうやってポニーテールするとちょっとなんか軽やかな印象になるかなと思います。はい、私は身長165センチです。で、こんな感じだよ。ベルト？ベルトもありますか？あ、ベルト合うと思います。うん、ベルト合うと思う。はい。ここにね、なんだっけ、スナイデルの、スナイデルじゃない、スイートに今、発売中のスイートにあの着回しが載ってるんですけど、その中でもベルトしたコーデがあって、なんかちょっとこう太ベルトとかも可愛いと思うし、なんか自分の持ってる自分の好きなベルト合わせても可愛いと思います。こういうで、しかもあのベルトがあったら多分自分の好きな位置にこうウエストを持ってこれるので、ちょっと高めにするとやっぱりスタイルアップもできるしいいと思います。うん、え、ハワイから見てるっていいな。ハワイ、ハワイ行ってみたい。行ったことないです。細ベルトも可愛いですよ。細いとねまた
印象変わって可愛いと思います。そしたら私はこれに合わせてまたちょっと着替えてきますね。今着てるあの着てるシャツは黒もありますか？あ、黒あります。え、黒はちょっと素材が違うんですけど、これはね、近くで見るとなんだろう、ちょっとこうワシャーっとした感じの素材なんですけど、ちょっとでも生地感はなんだろう、なんて言えばいいのかな、でもちょっと和服っぽいかもしれないです。ちょっとなんか置物っぽいちょっと固めのなんか素材で、つるっとはしてないかな、結構あのなんだろう、水は弾かなそうな感じって言えばいいかな、はい、ちょっと全部素材違います。肩幅広いとね、こう華奢すぎてちょっと広く見せたいっていう方は広く見えると思うし、逆に肩幅が広いっていう方はちょっとこうボリュームがあるので、元からボリュームがあるか、このシャツにボリュームがあるので華奢見えするかなと思います。ちょっとインに持ってきてるので、はい、スクッシュタイムは後ほどしますね。はい、ちょっとまた着替えてきます。ごめんなさい、また声聞こえてなかった。今日これ結構やるね。ごめんなさい、ごめんなさい、おかえりなさいじゃない、ごめんね皆さん、音すごい説明してた一人で、もう聞こえてると思います。うん、聞こえてるよねごめんなさい、ごめんなさい、ごめんね、もう聞こえてるよね聞こえてないと教えてくれてる、もう聞こえてるはず。ボイスって言われてる。はいはい、私デニムはブラックバイマウジスタンで、だいぶもう何年か前に買ったデニムです。ハイウエストデニム、お気に入りでずっと履いてます。もう一回説明しますね、改めて。ブラウスが今まで着てた、モノトーンのカラーのトップス、ブラウスです。で、ブラックのハイウエストデニムを合わせてみました。で、靴がこういうチャラッとしたのがついたフラットシューズで、
はい、もう一番私がよくやるコーディネートかなと思います。もうね、何に合わせても可愛いと思うんですけど、そう、足長く見える、うん、ブラウスもね、結構ブラウスにボリュームがあるので、下はボリュームっていうよりも結構キュッとしたデニムを合わせたりとかするのがおすすめかなと思います。あのセットでついてるスカートもマーメイドでね、こうメリハリのある、なんて言うんだろうな、形なので、なんかそういう感じでデニムもデニムでこうキュッとしてあげたりとか、ミニスカートとか合わせても可愛いと思います。これにビスチェをつけるとな、こうやってビスチェつけても可愛いです。何種類あるのか知りたい。ブルーとモノトーンとブラックデニムで、今私ブラックデニムの方を、ん？違う、ブルーとモノトーンとブラックデニムがあって、モノトーンのトップスとビスチェに自分の自前のなんだっけこれ、ブラックデニムを合わせてます。今ね、ブラウスだけだったんですけど、ビスチェも合わせてみました。またパンツだとね、ちょっとこう女子感がちょっとだけ収まってカジュアルな感じになるかなと思います。どういう髪型に合わせますか。でも何でも可愛いと思うんですけどね。でもそれこそ今下ろしてるとこういうちょっと女子っぽいけど、こうやって下の方で結んだりとかしてもいいと思います。こんな感じ？はい、結んだの好き。ありがとうございます。そう、袖チューリップみたいで可愛いって嬉しい、ありがとうございます。ストレートヘアでも全然もちろん似合うと思います。 V 結構深い。でも私結構この位置すごい、あの絶妙な位置にこだわったので、そんなに気にならないかなと思います。そこまでなんか、なんて言えばいいんだろう、なんかね、締まりすぎてもなんかすごいね、ちょっとわかります？こうやって締まってるとなんかちょっとバランスが悪く見えるんですよね。そう、でもこうやってちょっと開けをここぐらいにすると一番バランス良かったので、もう感覚だったんですけど、はい、こんな感じで胸元見えそうで怖い。でもね、大丈夫だと思うんですけど。ネックレスね、そう、私今日忘れちゃったんですよ。でもここにね、ネックレスあると違うと思う。あ、本当？もしかしたら私のコラボのね、ネックレスがあるかもしれないので、もしあったらラッキー、うん、ですかな。そう、あとはそうね、何か質問、なんだっけ、ブラックデニムを着る前にちょっとマネージャーさんが今ネックレスを探しに行ってくれてるので、そう、デニムパンツでも似合いますか。うん、似合うと思います。今私ブラックデニムにしてるんですけど、普通のあのブルーのデニムでも可愛いと思います。すごくハイウエスト具合、ハイウエスト具合は、まあ、人によってというか止まる場所がね、でも結構あの上目にあの
設定はしてると思います。あのね、これ透けないんですよ。インナー、私普通に普通のあのインナー着てるんですけど見えないし、ね、さっきみたいにこうウエスト出した時に、ここのここにね、こう生地を2枚重ねでつけてもらったので、絶妙なポイントに、だからあのなんて言うんだろう、透けないようにしてもらいました。あ、出しても可愛いかも、こうやってこっちでも。あった、じゃーん、よっ、ネックレスありました。これ私の、私とノウハウさんのコラボで作ったハートのやつ、こんな感じ、可愛い。こうやってネックレス見れると可愛いですね。それこそね、なんて言うんだろう、これ、なんて言うんだっけ、これなんて言うんだっけ、ここのやつ、チョーカーチョーカーっぽい、アイテム合わせても可愛いけど、なんかこの、ね、ネックレス見えるの可愛いですよね。あとネックレスってね、こう人によって長さ、そのブランドによって長さいろいろあると思うので、ちょっとこういう上の位置でも見えるし、ちょっとこう下の位置のネックレスもあるじゃないですか。なんかそういうネックレスも見えるから可愛いと思います。アクセ、ゴールドとシルバーどっちが、私は個人的にはゴールドが気分なんですけど、いつもでも今日はなんか服でシルバーのアイテムが多いです。指はゴールドで、最近ミックスすることも多いかな。上ブルーでもデニム合いますか。あ、合うと思う。ちょっと着てきますね。うん、ちょっとまたお着替えしてきます。じゃあブルー合いますかってことで合わせてきました。はいじゃあ今度はちゃんと音声オンにしたはず。ブラックデニムに、ブルーのブラウスです。じゃあどうだろう、なんだっけ、またネックレス入ると全然印象違いますよね。おすすめはどの色だろうな、全部おすすめなんですけどね。私個人的にこのブルーすごい好きです、こんな感じ。ブラックデニムに上のトップス合わせるとこんな感じです。大丈夫かな、ちょっと着てみました。他はブラックデニムと今これから着るブラックデニムとモノトーンっていう白のブラウスに、ツイードのビスチェに下が黒いスカートです。じゃあ次、ブラックデニム履いてきます。あ、違う違う、これをこう変えなきゃいけない、変えて、
はい、お待たせしました、ブラックデニムです。ラスト声出てるよね。来たよ、皆さん帰ってきたよ。はい、ブラックデニムです。どうでしょうじゃーん、これもね、押し色です。これは、全部ブラックです。ビスチェもブラック、これもブラックデニムで、下のスカートもブラックデニム。そう、大人っぽい雰囲気、ガラッと変わりますよね。特にね、ブルーとこっちはすごい全然違うかなと思います。ブラックデニム可愛い、ありがとうございます。生地はそんなに分厚くない生地にしました。やっぱり夏着てほしいので、まあでもとはいえデニムはデニムなので、ちょっと他の素材よりは厚みはあるかなと思います。でもデニムの中だと割と生地薄めの素材、薄いと思う。でブラックデニムの推しポイントは私個人的にこうデニムに白いステッチ、黒のデニムに白いステッチがすごく好きなんですよね。だからこれが、この白いステッチがね、目立つのが、これがお気に入りです。はい、このスカートのこれもね、こう白いステッチがピーって入ってるので、かなりなんて言うんだろう、スタイルアップして見えると思います。うん、そう、ステッチ目立つの可愛いですよね。分かってくれて嬉しい。でここのねボタンのところなんですけど、そうさっき説明しなかった、ずっとこれくるみボタンって言って、なんかこういう普通のボタンよりじゃなくて、こうやってね穴に通すボタンになってるんですけど、中にちゃんと内側にこうやって生地があるので、透けないようにちゃんと生地が裏にあるようになってます。ちょっとでも今ヒール履いてます。初めてヒール履いた今日。はい、こんなヒールを履いてます。ヒール履いてこんな感じ、165cm で一番着てます。はい、生地伸縮性、伸縮性はそんなにないかなと、あまり感じないです。他のボトムスと合わせてほしい。そう、胸元の形ね、セクシーで、はい、ビスチ白がいい。ああ、なるほどね。ちょっと直に参考にしますね。はい、じゃーん、ブラックで洗濯できますよ、普通にできます。はい、黒かっこいい、ありがとうございます。そう、全体がこんな感じ、うん、まあ一番締まって見えるというか、うん、でもなんかなんとなく着ていて、ブラックデニムがちょっとだけ他のよりもサイズ感小さく感じるっていうか、なんかこうキュッとして感じますね。生地がちょっと分厚いからなのかな、同じ位置でもなんかちょっとこう、なんて言うんだろう、フィット感がすごいあります。はい、ありがとうございます。大学に着ていくなら、大学に着ていくならもうでもどれも可愛いと思いますよ。でもちょっと今からこの黒いセットアップに、T シャツ、ロンTをね合わせるので、それ見てみて決めてください。ちょっとすぐ着替えてきます。またすぐ着替えてきます。
あ、ごめんなさい皆さん、なんだっけ、そう、ビスチェなしを見せるの忘れてたと思って戻ってきました。はい、ビスチェなしだとこんな感じです。こんな感じ。はい、ビスチェなしでも可愛いと思います。よりステッチが目立ちますね、ビスチェなしだと。はい、こんな感じです。こう回した時、こういうこの、なんだっけ、フレアの素材をここから入れてるんですけど、これもこだわりポイントです。はい、そんな感じでちょっと着替えてきます。すぐ、戻ってきました。じゃーん。これこの間作ったグッズのロンティーです。何サイズだっけ、何サイズって書いてある。M、 この間作ったグッズの M サイズを着てます。 M サイズ着てきました。あ、なんかこれの時はちょっとこうやって髪結んだ方がいい。他にどの色が合いますか。どんな色でも合うと思う。なんか今回どんな色でも合うからこそ、ちょっとこう難しそうな、なんていうんだろう、肌色のロンティーを合わせてみました。私はそう、これ黄緑色です。その色のロンティー買ってくれたの、ありがとうございます。これすっごいお気に入り。この形といい、このリブ具合といい。私が今着てるのはロンティー M サイズです。なんかちょっと小さめ、こうやって出してきてもでも可愛いと思う。でも、まあ、インが、インしても可愛い。よいしょ。こういうカラフルなアイテムを合わせたかったら、ブラックデニムか、モノトーンの方がいいかなと思います。そう、これ可愛いです。こうやって。多分もうスタイルアップ、そうね、結構ウエストかもしれない。もう私のウエストに、そうですね、ちょっとハイウエストにしてます。うん、そう、この黄緑は結構メンズも着れるように、なんかメンズの意見を聞いたら、結構黄緑とかなんかそういう奇抜な色がね好きって言ってたので、好きというか T シャツ、ロンティーはそういう色でも可愛いって言ってたから作ったんですけど、はい、背後マネージャーさんですよ。はい、こんな感じです。こういうカジュアルなアイテムを合わせても可愛いと思います。はい、今ちょっとヒール履いてるけどね、うん、っていう感じですかね。あとなんかもう来たか、全部来ましたね。あとは、あ、ピンクとか着てみよう。そうだ、もう一回着てきます。
はい、じゃん。さっきの、ブラックデニムに今度はこうピンクのピンクトップスを合わせてみました。どうでしょう。こういう、なんだっけ、さっきのは寒色系だったけど、ピンクとかそういう暖色系でもね、可愛いと思います。はい、可愛いと思います。でもビスちゃんは見えるかな。こういう感じになります。ビスチャーセット、またちょっと違う、今ピンクだけど、まあ、白 T でも可愛いと思うし、で、ね、さっきのシャツとはまた違った印象になるんじゃないかなと思います。はい、これはね、透けてる素材なんだよ。そんな感じですかね。そしたら最後なんか持った気があるの、いっか、はい、すいません、お待たせして。あ、そう、これエマスライ、さすがエマとあのスライがコラボした、こっちもコラボだ、コラボコラボもう洋服です。へそ出し、へそ出し、どうやって、これでもハイウエストだからへそ出ないかもしれないねはい、ビッシャ可愛いよね。ブラックデニムのトップスの着回し、でも下ブラック、ああね、ブラックデニムの、ね、トップスでも何でも合うと思います。ミディアムヘアでももう絶対似合う、髪私は結構ロングですけど似合うと思います。最後じゃあベスト、はい、もう一回だけ着替えてきますね。最後髪色暗くなりました。はい、こんにちはなんかさ、またみんなテスト期間だったりする？なんかさっきテスト頑張ってくださいって言ってくださいっていうコメントがあったから、頑張ってくださいテストはい、なんだっけ、ブラックデニムの上下にビスチャなしです。戻ってまいりました。はい。ということでですね、まあ今回改めてまた紹介しますと、色は3色展開で、これがモノトーン、私が着てるのがブラックデニムですの、はい、ブラックデニムで、ビスチェは黒ねの3色展開の、ア
イテムを紹介したんですけど、スナイデルと私とスイートのトリプルコラボのお洋服で、今日から、スナイデル、全国のスナイデルさんの店頭で発売が、はい、開始してます。そしてですね、オンラインでも買えるんですけど、オンラインはあの予約受付で購入できるので、届くのが今オンラインで購入すると6月の中旬頃発送予定だそうです。はい、ということなので、皆さんぜひ、今回ね見ていただいてありがとうございました。ということで、なんか気になるアイテムね、どうしてもあの着たいっていう方は店頭に行っていただいて、あのまだ全然今日売り出したばっかりなので、まだ店頭もあるということで、ぜひあのどうしても着てみたい方は試着しに行っていただいてもいただくのがすごいいいと思いますし、もうでもなんかなんとなく私が着てるのでサイズ感とか分かってくださった方は、ね、オンラインでもう予約して確実に買うっていうのもありだと思います。はい、ぜひ、ね、これで彼女がデート来たらドキドキする。ありがとうございます、そう言ってもらえて嬉しいです。サイズは、はい、サイズ展開は、0サイズと1サイズがあります。そう、2サイズです。あ、スクショタイム、スクショタイム、じゃあスクショタイムしますね。はい。あ、私が着てるのはちなみに1サイズです。できたかな。はい、ということで大丈夫でしょうか。ちょっとじゃあ行こうかな。よいしょ。はい、皆さん、こんな時間、こんな時間というか、まあ夜に、日曜日の夜にありがとうございました。全身欲しい、あ、スクショの全身が欲しい。よいしょ。こうして、じゃあこうか。はい、大丈夫かな。はい、こんな感じです。よいしょ。ということで皆さん、こんな7時半から始めて8時半までありがとうございました。たくさんの方に見ていただいて嬉しかったです。クライシス見てたのありがとうございます。そうですね、六本木クラスの今撮影絶賛頑張ってるので、皆様ぜひ楽しみにしていただけたら嬉しいです。はい、寒暖差が激しいので、皆さんあの体調には本当に気をつけて、私も気をつけながら撮影頑張りたいと思います。このライブの残すと思います。はい、どの方も皆さん体調気をつけてあのお過ごしください。皆様の健康と幸せをいつもあの祈ってますよ。ありがとうございました。またね、バイバイ。